嫌味のない上品な匂いでも癖になる匂い。うん。バラチンさんヘアオイル買ってみよう。買ってみな。ヘアオイルだけでも違うの。多分エルマルは CM 来るよ。アンドハニーに多分あのスポンサーになってくれるよ。アンドハニーが。間違いなくこれはいい。もう匂いがいいね。買い物行こうね。いや一度使うとやもう無理無理無理。他のシャンプーは使えない。使うとなんか違うなってなる。ペペロンさんもっと高い声出した方が売れるよ。ということでね、アンドハニー、今回紹介する商品はアンドハニー、アンドハニーシャンプーで、シャンプーなんて全部も一緒だと皆さん大思いでしょうが、このアンドハニーものすごくクオリティが高い。もう無理だよ。いや全員喜ぶよ絶対。俺ねオカリナが買ったんだよ。俺シャンプーなんかもう石鹸でいいような人間だったんだけど、オカリナがお前なそんなんじゃダセーみたいな、だからおめえモテねえんだみたいなんで、でアンドハニー買ったの。何も何も変わんねえべみたいな、こんなもんね、食器洗剤で何も変わんねえべみたいな思って、うまいっていうかモノマネはしてないんだよね、うん、でそれで使ってみたらまあこんなに違うのねと思って、本当トイレ行きなさい、まあと思ってここまで違うのねと思う。俺そういう人間だったのガサツ、たまにバスマジックになろうってたもんない時、どれも一緒でしょみたいな、結局綺麗になるにはどれも一緒でしょみたいな、たまにバースマジックにいいんだよ頭だって、そういうもう疎かったんだよ。でオカリナがあのシャンプー買おうって、いろんなシャンプー買ったの、ね、本当にあとありがとう。韓国とかのなんか、桃の匂いがするボディーソープとかシャンプーだと何買った、もう本当にもういろんなの買って使って、アンドハニーがもう安定だよね、もうこれで安定だ、もうこれだっていう、そう。デオデオさん浴槽の洗剤はバスマジック、浴槽の洗剤はねバスマジックに一択。安物はねやっぱ使っちゃう、その分量だ結局変わんねえんだ。でバスマジックリン安いし、もう俺たまにバスマジックリンで頭だったから、もう何も変わんねえや、一緒だよ一緒、汚れだもん。だからこのシャンプーのクオリティたらないね、本当に。あの女で椿とか使ってるやつは本当ない、ありえない、普通にあのありえない。1400円割高だけど使うよ使うよ、こたつ2つでも3つでも来ただけ使うよ俺は。使えばいいんでしょ。デオデオさん頭にもわらわら、はいこんにちは、アットマークさんこんにちは。この枠で終わるけどね、ちょ買い物行かなきゃいけないんだよ。あナス買ってくんだよ、ナス揚げナス食いたいから自分で揚げんだよ、使うよこたつ2つ3つ届いた、日替わりこたつだよ、6畳間にも置けるしキッチンにも置けるし、ラックスなんかダメだって、ラックスなんかダメだって、あんなのあんな油だよ油、菜種油と一緒だよ。料理配信やりたいの、行く行く、 あと10分ね、あと10分な、絶対つかないね女優の。今の部屋の間取り、今の部屋の間取りは3においめっちゃいいんだが、これかな、ともりんアットマーク3上げなし良きだね、オメガ。今年の年収はね130万ぐらい、今年の年収はいくらくらい、これ一の間で今4畳半のここにいんだよ、ここここね、この右端にいんだよ、右上に広い、これで家賃3万だぞ、これマジえぐくね、マジえぐくね、これ家賃3万円お、よく見つけたなと思う。まあサメ子が見つけたんだけど、まあ今日、まあサメ子めっちゃいいべ、駐車場付きで3万だよね、駅まで徒歩10分だよ、まあそれはすごいよな、確かにな、広い広い、まあちょっとキッチンが狭くなったぐらい、泉区の泉区と比べたら泉区多分6畳ぐらいあったから、え1畳ぐらい狭だったんかなっていう感じ。絶対呼ばない、絶対呼ばない、なぜかって言ったら追い出されたら困るから、デオデオさん安いね、安いべ、横浜だよ、チャ
シャミコさん今すぐ欲しいのは、まあ材質だね、材質だね。こたつなんかはまあ別にまだいいかなと思う、うん、最悪自分で買えばいいしみたいな、うん、材質は、あ絶対大丈夫、あの警察呼ぶ、あ大丈夫、消した、うん、なんでそんな安いの、いやわかんない、たまたま見つけた、あのね、ただね、エルマルはおすすめしない、あの屋外の洗濯機なんだよ、洗濯機は屋外だし、トイレは和式なの、お風呂はあるよ、お風呂ついてんだけど、まあ、今まだガス引いてないから入れないんだけど、ただエルマルみたいな女性には おすすめしない。屋外洗濯機ってどういうことかわかるでしょ、やっぱ若い女の人だとやっぱそこは嫌じゃん、絶対嫌でしょ、うん、分けありではないよ、ただその古いから和式は推薦エルマルさんお風呂でトイレするから問題ないよ、汚ねえ女だなお前、ほんと汚ねえ女だな、トイレは和式だ、ちょっとその俺からすれば何の問題もないんだよ、そう屋外の洗濯機っていうのはやっぱね、ランタンになる、わけありじゃない、わけはない、古いんだよ、要するにあのトイレとか、トイレお風呂でトイレするから問題ないっていうか、もう大いに問題あると思うんだよねそこ、うん、まあまあいいけど、俺見てみたい、そのエルマルがおしっこしてるとこ、そう問題ないっちゃ問題ねえな、確かに、あ本当本当買った、絶対いいから、絶対いいから、メガホンありがとう、ネット回線もちろん通ってるよ、あのね21日に通った、21日に通した、ネット回線も引いてよくて、うん、あのもう自分でやるんだったらいいですよってことで言って、尿検査夜の尿検、あそうなんだ、汚ねえな、俺は下ネタじゃないの、俺は下ネタ、もう純粋にしたいこと言ってる、いやらしい気持ちは1ミリもない、俺はエルマルの放尿シーンを見たいっていう、もう純粋な気持ち、うん、だから下ネタじゃん、犬じゃねえか犬、そう素直なんだよ、自分に素直なんだよ、うん、そうストレートなの、センチメートルだよな、わかるよ、いやわかるよ、わかるわかる、うん、あるなん、あるよ、ある、なんなら俺小学生の時プールでうんこしたことある、プールの中で、うん、大騒ぎになったよ、あるけどもセンチメートル好きだよ、好きだ、大好きだよ、あるけども別にエルマルを責めてるわけじゃないんだよ、うん、いいんだよ、いいと思う、個性的で、いや、したことある、お何お前、迫田漢字読めんの、プールでうんこしたことある、いや、しょうがないじゃん、お腹痛かったの、冷えちゃったんだ、いや、わかるよ、エルマル、それはうんこないから、いや、決まったのってか、もうあの8月の末には決まってましたよ、ね、で9月の末ぐらいまでには引っ越し終わってって感じかな、でネット回線が10月の21日に開通して、うん、ね、いやあるけど別にエルマルだけじゃない、俺たちも確かにそういうことある、言わないだけである、でそれはごめんね、エルマル攻めて、うん、それはほんとごめん、だ俺のばあちゃんなんか田んぼのあぜ道であの立ちションしてたもん、あのちっちゃい頃、違う、ここは新居、うん、ここ新居、あ、うんちない、あ、ほんと、うん、昔ね、ババアがね、うちのばあちゃんが田んぼのあぜ道で立ちションしてるの見て衝撃受けた、あ、女ってこうなるんだなと思って、ゴールドキャットさん定番の人気女性アイドルはうんこしない説をひたすらに、あ、まあそれはキモいな、立ちションで女もできるよ、女も、うん、あのね、昔のババアはよくやってたよね、田んぼのあぜ道と残すんだって何、どういうこと、ここ新居だよ、あの前の家と何も変わってねえじゃんって思うかもしれないけど新居なんだよ、女を一括、女なんかもう畜生なんだよ、そうだ、まあとりあえずそうだね、アンドハニーはいいよ、だとりあえず材質が欲しいかな、あ材質がもうなるはやで欲しい、あのね地になっちゃう、これ治ったらまた地になってみたいな、トラさん昔の人そう昔の人よくやってたよね、
そっか、まあとりあえずあのエルマルにも女性リスナーさんにもアンドハニーはおすすめです。じゃあしないとね、俺ほら肉がないから、ケツのサコタみたいに、サコタみたいにデカ尻じゃねえから、だから辛いんだよね、痔だし、もうイボ痔だし、イボがね痛いんだよ。そう、ビーズクッション、いやビーズクッションはね、うん、いいけど、わかるよね。そう、床ずれみたいになるの。そう、え、そう、字の無限ループ。もう、あの、なんていうの、あの、無限字みたいな。どういうこと？うん、ケツ痛い。ゲーミングチェアなんかいらねえよ。だって俺、チート使うんだよ、ゲームで。チートとかグリッチ使う人間がゲーミングチェアなんか座ってんじゃねえよと、お前は。石畳に座れたんだけど。全部使うよ。全部使うよ。ね、リビングにも、ね、リビングというか6畳間にも置けるし、キッチンにも置けるし、お風呂場にも置けるし、何個来たって使うよ、全部使うよ。日替わり財布、あ、重ねる、あの旅館のね、旅館の大広間みたいな感じで重ねる、使わないときは。そうまあなあ、この家はもう本当家賃3万ってのはもう多分すぐ埋まると思ったの、本当に。え、家賃3万でね、ベッドにもできるしね、お母さんと一緒にご飯も食べれるし、ママと、俺マザコンだから、そういう意味ではだね。髪染めたってのはあの8月にね染めた。サインしてリスナーに売るつもりだな。売るよ、リスナーに。5万で。ゴールドキャットさん、確か金馬、金馬も字だね。字が多いよ、本当、配信者。養分も字でしょ、あれ、顔見りゃ分かんないな、すぐ。ああ、こいつ字だなって。うん。多分、養分はイボ字。俺はイボと切れ字のハイブリッド。うん。まあ、高くねえよ。友達近くで。ママとね。ママとご飯食べれるしね、この家で。まあ、なるはやで財布。わあ、うまいこと言うね、君。え？それ猫だぞ。犬じゃねえぞ。お前猫だぞ。自分で犬だと思ってんだろ、お前。お前は猫だ。な。自分で猫って気づけ。ハンバーガー。なぜ地になるの？俺ね、肛門がちっちゃいんだよ。すごく。だから、あのね、松ぼっくりみたいなうんこ。たまにほら、うんこ我慢すると、カラッカラのうんこが出てくるじゃん。その水分がなくなったうんこ。で、そうすると、切れるんだよ。その、うん、ごめんね、汚い話で。そう、うなちゃんまんこ。で、それで俺一回それやっちゃって、で、もう切れちゃったから、治っても切れるんだよ、そこ。ハムスターってそういえばどこ行ったんだ。ハムスターも泉区で死んじゃったのよ。みんな死んじゃった。サコダアットマークがチコイキワクさんわらわら。俺ね、肛門がすごいちっちゃいんだよ。ほんとに。バラチンさんわかるわらわらわら。こんな感じなの、わかるね。花火ありがとう。うん、あ、とんでもない、こちらこそありがとう。まあ、ということで、ね、夜はちょっと配信はできないんですけど、まあ、できるときはやるけど、まあ、ちょっと今はね、まだ、人がね、近所とまだ仲良くないんで、結構痛い。ね、お疲れ様。じゃあ、ナス買って、あと納豆な。うん、飲み物に関しては水でいいから。そう、お尻のあのちっちゃいの。そう、こんな、こんな。はい、またね。あ、お疲れ。ナス楽しんでね。うん、またね。まあ、多分夜はやらないと思う。やれないと思う。600円もあったもんな。節約してるわ。はい、お疲れ。またね。ああ、やっと終わる。